はい、始まりましたぽよぽんチャンネルです。今日の紹介は何なんですか？どーん、なんだこれは。ティラノトプス。ティラノトプス、チェリー。そうだね、フルカスタムデラックス Z、 大きいですね、今回の箱もね。これはね、あのティラノサウルスとウテナ、アカドンとアオプテナとトリケラトプスが入ってるです。なるほど、4体合体ができちゃうんですか？それでまずティラノトプスからカスタムチェンジの赤ドンと青ドンが出するとこれになります。はい、あれか、アースグランナーのグランナー G が乗ってるやつだね。うん、よかったんですけど、うん、このもうティラノトミカに乗ってる人はあれ、バラしちゃっていいんですか？いいんですか？いいよ。はい、ドン。今回はすごいね、なんかいろんな合体ができるみたいだね、4体あるからね。これでね、4体合体のね、赤ドンと青ドンがね、合体できるんですよ。レオとイーグルに。あ、レオとイーグルにここプテラノドンが合体できて、レッドカスタムとブルーカスタムになるんですね。おお、あとイーグルの方はね、うん、2体合体ができるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのこれ、これとこれ、これがやってこれになって、これもこれがこれになるんです。なるほど。しかもあれだね、なんか上のなんていうの？上のこれ？そうだね、ティラノとティラノトプスがこれになる。赤ドンと青ドン合体するとこれだよ。これか、カスタムチェンジティラノトプスフルカスタムになれちゃうわけですね。うん、じゃあ開けてみましょう。はい、お願いします。今日はね、これね、開きやすい商品なので、これここにトリケラトプスとティラノとブループテラとレッドプテラがいるね。かっこいいね。あ、ほんとだ、上にいる。なんか強そうなのがいい。ポヨくん、なんか可愛いベルトしてるじゃん。入ってましたの、ティラノの上半身。わーおー、おー、わーおー、目がやっぱすごい。わーおー、すごいね。わーおー、なんか今回パート数が非常に多いですね。このように、あ、ナックローが入ってた。ナックロー。ナックローって何ですか？ナハナックローって書いてあった。あ、なに？これで、ハナックローはね、これ。ナックルーって。あ、トリケラが腕についてパンチパンチってするんですね。で、あのさ、レオの時ね、パンチしてたのよ。そうなの？ママ見てないから分かんない。マッハナックル、ナックル、マッハバスターってなんかいっぱいあるんだね。うんうん、これはね、ここに2つつけるんだよ。どれで、ポンタ君。こうやってね、こうやってガンって。それでくっつけるの？うん。じゃあ、とりあえず今、開けたやつを広げてみましょうか。うん、それ何それ？これ？うん。ピョン、こう、ピョン、じゃじゃーん、すげー、尻尾だね、ヘッドギアだね。ピョン、ピョン、ピョン、レオン、これが大きすぎる。ここに、開けて、開けて。うん、じゃじゃん、これで一個目のマッハナクロー。だからじゃじゃん、マッハナクロー、じゃじゃん。じゃ、今回本当にパーツ数が多いね。繋げるとこんな大きくなる。ちょっと待って、尻尾むっちゃ長くない？
長いね、尻尾がね。そりゃそうでしょ。ねえ、ママ。ポポレ君、それどう？キンカンコのヘッドギア似てるけど違うね。ちょっとちっちゃくてポヨ君に合いませんね。ヘッドギアが3つ付いてるんですね、今回ね。うん、これはね、レオと。すごいね、いつもはねコアブランナーの方にくっついてるんだけど、今回本体の方にくっついてるんですね。どれも色がカラフルでかっこいい感じですね。ドドーン、ドドーン。ポヨ君、それバッファヒエーターですよ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。しっぽ。あ、チュンチュン、しっぽあった。チュンチュンのしっぽ？なんで？チュンチュン、しっぽなに？あ、じゃあ。しっぽつけてこう。ないねー。青ブランナーティラノ。ほう。で、これが、あれ？これがマッハガード。で、これが青ブランナートリケラトプスとヘッドをつけた状態ですね。で、この長いのが、あ、ここいい？で、これが尻尾。なるほど。あれだね、ティラノの方をこれから組み立てないといけないね。作りましょう。シールもあるみたいなので、シールも一緒につけちゃいますか。はい。これがシールを貼ったものです。で、組み立ててみました。うん、これあれですね。すごいこうボリュームがすごくて、なんとティラノの方は尻尾がむちゃむちゃ長くて長いんだよね。はい、コアブランナー入れてみます。かっこいいですね。ガオグランナーティラノ。そして下半身のトップス、ティラノトップスの方はどんな感じですか。はい、これがトップスくんですね。なんとこれもだいぶボリュームで、特に足のところになんかこうすごいこう乗っけるようなところがあるんですけど、これ実はフォアグランナーが乗っけるようになってます。はい、このように、2台のコアグランナーを収容することができるようになってます。じゃあティラノトプス作ってみますか、ポンタくん。うん、これはこうしてこうなって、一回ここがね、やっぱね、ポヨくん、君は何で早くもプテラで遊んでるんですか。はい、ポヨくんは早速赤ドンで遊んでます。ポヨくん、はい、頑張って組み立ててください。はい、はい、これが下半身。下半身見せて、こっち向けて。はい、できた。はい、これが武器です。どれが武器ですか。あ、それはかりば。まあ、はかりばって尻尾なのか。うん、尻尾が武器なんですよ。まあ、結構あれだね、クレクレしてるね、曲がりそうだね。アニメだとすごいしなってるからね、ジャンプとか動きに合わせて。ああ、そういうことか。ポンタ君、この上でちょっと組み立てて。じゃあ、ティラノの、よし。
口がこんな開きます。おお、すごいね、口が開くんだね。それじゃあ上半身の方を組み立ててみました。それじゃあ下半身と絆合体お願いします。なんかあれだよね、他のやつよりも大きそうだね、うん、ちょっとバッファゲータと並べてみるか、なんかすごいね、バッファゲータもマッチョな感じがあったけど、ティラノトプスはティラノトプスはさらにあのなんかでっかい作りになってますね。ほら、安定感抜群。安定感抜群ですか。しかもね、尻尾も生えてて長いね。張ってる。やだ。本当だね。後ろもかっこいいし、それがあれだっけ？武器になるんだっけ？うん、剣になる。ちょっとやってみて。まずはまず1個目の武器はこれを取って、この尻尾を出して、これをこっかしら。で、はい。はぁ？マッハカリバーガチャンやられちゃったね、やられちゃったじゃん、バッファゲーターが強いね、やっぱこれは。で、次はこの尻尾を取ります。はい、尻尾取って、赤ドン怖いな、赤ドン。はぁ、ナックル、マッハバスターだ。顔にトリケラトプスの顔をくっつけて マッハバスターだっけ。ここから撃つんだよ、うん、ここがドワーン。あ、そういうこと、すごいね、なんかいろいろ武器を持ってるんだね。マッハテイル、おお、すごい。はい、マッハナックル、あれだね、トリキラの頭が武器になるんだね。すげえな。次は多分これがね、ホンミス作るね。じゃあフルカスタムいっちゃいますか。はい、はい、ポヨドン、青ドン、赤ドン、はい。このセットについてた他に2体の、はい、置いてください。はい、赤ドンくんと青ドンくんです。とこのティラノトプスが合体することでティラノトプスカスタムチェンジ、フルカスタムって感じですかね。はい、じゃあちょっとこのかっこいいプテラ2台をくっつけて頑張ってティラノトプスフルカスタムに作ってください。はい、で、手で取ってください。しょ、はい、ここにつけて、こっちもで、おこれで、この赤の、うん、ここと、これとこれくっつける感じじゃない。うん、そうそう、こういう感じ。お、くっつくね。もう赤トンと青トンがくっつくの？赤トンと青トンがくっつくんだよ。赤トン。それ武器だね。なんで？ん？それ腕についてない？あ、違うか。それはいいね、そこで。で、これが？なんか背中のこの方につくような感じだね。あいよ。
こうだ。すげえな。結構薄いですね。薄いですね。背中から見るとどんな感じですか？背中から見るとこんな感じなんですよ。すごいですね。なんかボリューム満点なんですよね、これ。バランス取るの大変そうですね。はい、これで組み立て終わりました。すごく非常にかっこいい作りとなってます。全体的にですね、とてもこう複雑でバランスを取るのがちょっと難しいんですけど、できた時はすごくこうかっこいいんで大満足な作りとなってます。表もかっこいいんですけど、横とかね、後ろとかもね、すごいこう非常にかっこいい、ごそうでごつい作りとなってますね。うん、でちょっとね、早速ねカスタムチェンジの方にちょっと変更したいと思います。3秒間コアグランナーを押すと、はい、フルカスタムコミカに変わります。フルカスタムすごいですね。必殺技とかあるのかな。これでですね、フルカスタム終わったんですけど、実はですね、これこのフルカスタムには他にヘッドギアが2つついてます。これは何かっていうと、そうレオチーターとイーグルシャークにこの青ドンをと赤ドンをくっつけることで、ブルーカスタム、レッドカスタムに変形することができます。なんでちょっとその紹介の方もやってみたいと思います。はい、じゃあまず青ドンと赤ドンね、取ってみてみます。あ、赤ドンと青ドンです。青プテラと赤プテラとなってます。なんかね、同じだと思ったら全然ちょっと作りが違くて、赤ドンはこう横に長い感じで、青ドンはちょっとあれだね、イーグルっぽい感じになってます。じゃあうちのレオチーターとイーグルシャークくんとちょっと合体したいと思います。レオチーターとイーグルシャークくんと合体それぞれしていきたいと思います。まず作るのは青ドンのこれ。青ドン、このブルーカスタムの方ね。で、これからこれな。なるほど、ちょっとこう作ってみてください。はい、イーグル状態に戻します。イーグル状態、どれ作るの？これだよ。あ、鳥、はい、これ普通はね、捨てないイーグルで、多分今イーグル状態かな、うん、これにじゃあ青ドンを乗っけてみてください。はい、まずこれそのまま乗っかるんでしょ、これ。うん、本当には乗らないよ。この全部はね、ちょっと下ろしたいんだよ。もう来いよ。なんかこれがもう違うところなんだと思います。はい、これでブルー、なんだっけ、ブルーカスタム、ブルーカスタムが完成しました。赤ドンだー、どうすぎや。すごいですね、ヘッドギアもついて、後ろに新しいこう武器、プテラの武器がついて、なんかすごいこうね、ごつい銃もついて、すごいこうかっこよく なりましたね。ちなみにこれ武器もちょっと変えられて、ここについてる武器をこのジェットアロー、ジェットアローに組み立てることもできます。こんな感じですね。これでマッハライフルをつけることによって、ジェットアローもちょっと一段とかっこいい感じになりました。じゃ続いてレオ、レポンタ君もう作っちゃったの？うん、ね、レオの方もちょっと早速作ってくれましたね。あ、これがついてないじゃん、足のやつ。はい、で、あとこっちにも
ルカスタム。はい、レッドカスタムの方も本田くんが知らないで作ってくれました。レオシャークがね、またちょっと一段とまた違う感じでかっこよくなってます。赤がやっぱいいね、かっこいいね。これも後ろにもプテラがくっついて、嬉しい、なかなかかっこいい感じになってます。ちょっと流れてみますか。レッドカスタム、ブルーカスタムのを並べてみました。すごいですね、ポンタくん。どうですか、この2体。かっこいい。かっこいいね。かっこいいくてごつすぎる。ごついね。ティラノトプスだけじゃなくて、レオシャークやイーグルチーターにも新しい遊びを加えることができます。そう、サーベルと、うん、バファローにもこれとこれが合体できます。そうだね、いろいろな作りでなんか幅広く遊べる作りとなってます。ティラノトプス買いですかね。ね、みんなもあのティラノトプス買って、あの今までのねアースグランナーたちにもいろいろ組み合わせることができると思いますので、ぜひぜひ自分だけの組み合わせをして遊んでください。はい、はい、じゃあポンタクそこに来て。はい、それでは今日はい、またね。バイバイ。はい、チャンネル登録。じゃんけんぽい。はい、ポンタくんはパーを出しました。みんなチョキくんを出したら勝ちですよ。はい、それでは皆さん、もしよかったら高評価、グッドボタンお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、チャンネル登録もよかったらしてね。バイバイ。バイバイ。